せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様、あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック、北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。よし、絶対見つけてみせますよ。マジかよ。おい、誰かいねえのか。飛ばせろよ、北京ダック。飛ばせよ一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろ。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってるよ、北京ダック。いい年越ししろよ、ご両人。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せて笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。どうした一、袖でも漏れそうなのか。うるせえ一。たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ、自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。ってな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろう。おお、誰か一番を見てくれ。ほら、おいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。
じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰彼構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ、荒川組、俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。春日一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返してほしけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。あのあ、助けてもらってありがとう。これかな礼なんていらねえよ。お前のために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいても。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前で
かっこつけたかっただけかもな。その瞬間、俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったら分かるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も、炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。はい。それはおやっさんに出会ってから100日目のことだった。いや、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやっさん。おう、もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろう。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの枯れでも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったのといいが。面白い。やっちまおうぜ。別にやれ。手加減しねえぜ。俺の番。なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫か姉ちゃん。おい、おやつさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい。
親様を良いお年を。やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。お兄さん、起きて。お兄さん。ねえ、やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと、身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々、物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやっさん。朝早くにすまねえ大事。いえ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました、初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。はい、わかりました。